皆様どうもこんにちは、おわたびことガルナです。改造マリオを作ろう2、今週もやっていきましょう。 4YMM を引き続きやっていきたいと思います。わお、ジャパニーズマガトロさん、 4YMM ブラックシップスオンブロードシー、血の海の黒船。おお、読めるぞ。オートスクロールギミックということで、Oh my god, boss destroyed my ship, but okay, equip the new weapon and go again. クッパに船を奪われてしまったけれども大丈夫。ね。再び武器を持って立ち向かうのだと。なるほど。これはなんだかちょっとお祭り、どんちゃん騒ぎ的な感じがしますね。クリア率が 5.34% といつもに比べたら、若干簡単か？では遊んでいきましょう。さあ、スキンはスーパーマリオワールド。今週もやっていこう、ドイジ君。さあ、ゴー行くぞ、船を取り戻しに行くぞ。なんだ、おお、なるほど。ぬ、これか船か。新しい船か。いいですね。よし。いやー、なんだかこう、ちょっとワクワクしてくるけど。なんだ、お前、邪魔だな。危な危な、うわあ、プクプクくんが、おお、怖怖、砲弾も来るし、ほうほうほう、よいしょ、危ない、危なー、よし、いてててて、あー振られたわちゃわちゃしててよくわからなくなっちゃったね。さあ、再びチャレンジ。まあでも、あのメカクッパーがね、やってくるっていうことはわかりましたので、まあまあ落ち着いて。さあ、乗船。さあ、まずはここで確実にキノコを手に入れていきましょう。ほうほう、よし、危な、よし、キラーもやっつけていこう。せっかくだからメカクッパを利用していこう。てててて、てこれを倒す。てててててて、これはまずいのでは。危な、いやー、波動砲食らった。これはピンチでは。どうすんの、どうすんの、どうしてどうしてどうして、うわ、怖怖、いや、危な危な、え、嘘、そんな、あ、沈められたけどまだかろうじて生きてるぜ。まだオイラのバトルフェーズ終わっちゃいないぜ。終わりそう、終わりそう、待って待って、終わりそう、終わりそう、危ない危ない、おーほう、上からの砲弾も何のその、大丈夫だぜ。さあ、命からから。さあ、 4YMM おめでとうございます。キアラバイラっていけ。あー、危ない危ない、ぬ、ほな、なんだなんだ、おー、なるほど、そんなとこからスタートしていく。さあ、次の船だ、楽しい野郎じゃ。よし、いいぞ。なんだ、ルドビック君、下に行けって。危ねー、おお、作詞作に溺れるとはこのことよ。よし、いいぞ。あ、いいね、これ波動砲を味方につけていく。ああ、赤コイン取り忘れた。なんだこれ、こうか、よし、いけ波動砲、よし、ナイス。なんだお前、くんじゃねえ、いてー、でててててて、どうすればいいんだ。ロイ君はどこ行った。なるほど、よし。さ、フラワーを手に入れて。なんだ君は、おー、危な危な、えー、ててててててて、こうか、よいしょ、やっちまえ、よし、いいぞ。
おお、すごいな。こうやってクッパ七人衆を倒していけってことか。あ、なんだ、危ない危ない危ない。マグナムキラーを避けて。いや、すごいな、面白いな。よいしょ、ダメか。これ、弾を、ボール効果。難しいな。いやー、マジか。これはなかなか難しいぞ。あー、やつ。なるほど、なるほど、ダメージを食らっても大丈夫、こういう救済策があったんですね。だお前、あー、クッパだ、危な。どうすればいいんだ。あー、なるほど、そのタイミングが出てくるの。今だ、いけ、一発目、もう一発、よし、2回目、さて一発か、いけー、これでとどめだ。よし、オッケー、ヤッホー、いて、挟まれた。ヤッホーじゃないよ。よし、さ、さっきのクッパのところでね、スターで倒せなかったのが悔やまれるところではあるんだけども、まあ過ぎたことをくよくよ言っても仕方ないからね。さあ行こう。まずはルドヴィックを倒していって、でここで赤コインをゲットして、状態に巻き込まれないようにしてって、よし、さあどうする？よし、倒した、 OK、 素晴らしい。さあここを倒したので、まあいいでしょう。これでいったかな、素晴らしい。さあ次だ、次のレミーのボールが難所なんだよね。いったか、よし来た、一発できたな、でかいぞここ。さあ次はクッパか、気をつけろ。おっと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 、私の船を返してもらおうか。一発目、二発目いくぜ、ズドン。さあもう一発、三発目、素晴らしい。さあこれでどうすんの。やった、倒した。で、ここで、よし、赤コインをすべて集めることができました。さあ、この扉には一体何が入っているんでしょうか。なんか久々に赤コイン集められた気がします。なんでしょうか。わお、素晴らしい。4 IMM、おめでとうございます。こんなにたくさんのアイテムとバースデーケーキがプレゼントさ。というわけで、クリアでーす。ズドン。シュパー。いやー、ウィジ君、ゲーミング。七色に光ることをすぐにゲーミングという部分がいかがなものか。よし、というわけでコースクリアです。これはいいね、オートスクロールギミック、ブラックシープスオンブラッドシー、マガトロさんのステージを遊ばせていただきました。いいね、ということで、いやー、まあはちゃめちゃでしたけれども、ちょっとねボンミスでね、あの終わってしまったところがもったいなかったんですけれども、まあそれはさておきとしてね、無事に久々に赤コインを全て集めることができて、いいスターを見ることができて、個人的には嬉しかったです。では次のコースもやっていきましょう。はい、次のコースです。アメリカの KDAG78 さん、4YMM What is love? 愛とは何か
そんないきなり哲学なこと言われても、なんかサムネもラブだしね。ギミック音楽ということで、ボブ・オムス、Don't Hurt Me, Don't Hurt Me No More。 どういうこと？これはなんだ？なんかこう傷つけないでくださいみたいなことだよね。うん。まあじゃあ傷つけないでいきましょうか。どういうことな？さあクリア率は 2% 台。なるほど。スキンは初代スーパーマリオブラザーズ。お！なるほど。そしてすぐに死んだ。ボム兵はあれ踏んだら終わっちゃうけど、USスキンだったら大丈夫ってことだね。わお！結構難しいぞ。早いね。ちょっと音楽に集中します。愛とは何なんだ？危な。嘘だろ、届かねえ。いや、届かないよ。あ、私を傷つけないでください。さあ、こっからよ。あ、踏めなかった。さよならでして。いや、踏めなかったらダメなんだって。よし、踏めた。踏んじゃダメなんだって。よいしょ、オッケー。え、なに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 。あ、そういうことか。さあ、こっから。さあ、こっからはどうすんだ。うそー、そんなに早く行くの。まず着実に踏んでって、そして、うわ、届かない。いやー、ダメだ。ちょっと待った方がいいね、ここね。ついて、で踏んで、こう行って、こうだ。よし。でこっからしゃがんで、こう。よし、素晴らしい。あ、なるほど。で下に潜っていって、こうだ。いやー、やっとこれだ。なになに。うわー、なるほど。さ、これは走っていこう。ほいほいほい。よっ。で、いやーい。いやね、この動画を収録するときね、私33にもうなっちゃったんですけど、なんか目に見えてね、こう反射神経遅くなったなーって思いますよ。なになに。え、は、なに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 、なんでー。で、走っていって、よいしょ。で、これはヒル。あー、投げられなかった。ありがとうございました。ルイジでした。急げる、急げるか。よし、オッケー。あー、やった。オッケーオッケー。この一発を大事にしていこう。フルスイッと言って、なになになに、うそ。あそこもしゃがみジャンプか。急になんかやることが増えてきたぞ。なんかね、しゃがみジャンプとかさ、いろいろやること、しゃがみジャンプとかさ、いろいろやることが増えてきて、もうね、ロートルには辛いんですよ。ほっ、これを抑える。いけるか、間に合うか。いけ、よし、素晴らしい。で、拾って、で、ここスイーといって、こういく。よいしょ、届いたか。届いた。何これ。
ん？どういうことだ？しかしこれにてクリアすることができた。なんかあったな、イースターが。あ、もしかしたらダメージ食らってあそこで大きなボム兵を壊すことによってイースターが見れるみたいな隠し要素だったのかもしれない。いやー、なんだかね、これからまだまだ盛り上がるのかなと思った矢先にゴールだったので、ちょっと拍子抜け感はありましたけれども、What is love? 結局愛って何だったんだ？ギミック音楽、いいね。いや、愛は見つかりませんでした。皆様は自分の愛は自分で見つけてみてくださいということで、まあ引き続きね、来週以降も 4MM7 週目やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上、お相手はワタピーことガルナでした。それじゃあ皆さん、またね、バイバイ。愛って何だったんだ？